学習者のみなさん、こんにちは。EPG パッチャライ、ようこそ。私はデリー大学のアヌシュリです。日本語、日本文学を教えております。よろしくお願いします。本モジュールでは、日本語文法の形容詞について勉強していきたいと思います。 では、早速始めましょう。まず、形容詞とは何でしょうか形容詞は、基本的に名詞を修飾する役割を果たす品詞です。つまり、名詞あるいは主語の品質、性質、状態や感情などについて語ります。 それとともに話しての願望判断や感情も表しますのでよく主観性のある返事であると言われていますではここで本モジュールの目的をご紹介したいと思います1日本語の形容詞の特性を学習すること日本語の 形容詞の活用を勉強することそして日本語の形容詞の種類について学ぶこと以上本モジュールの学習目的でしたまずいくつかの例文をあげましょうあれは高い山ですここは静かな部屋です例文では高い 静かという形容詞は山や部屋のありさま状態についての情報を与えます形容詞というのは文に出てくる名詞についてどんなという説問に答えその状態を説明します例えば例1の場合は どんな山ですかに対して高い山ですが答えになり例文2の場合はどんな部屋ですかに対して静かな部屋ですという答えになります次は日本語における形容詞についてご説明します日本語の形容詞は主に 2つに分けることができます。イいけよと、なけよしです。まずは、イいけよです。イいけよしのほとんどが、いいで終わります。中には、綺麗や、有名のような、例外もあります。綺麗、そして、ゆうは、書くときは、 で終わっても、発音から言いますと、えいの超音であります。つまり、えと発音されます。ですから、きれいではなく、きれいであり、同じく、ゆめいではなく、ゆめです。両方は、なっけよしです。 日本語の形容詞の中では、全体的に良い,い形容詞に属する形容詞が多く、その形容詞のほとんどが和語、つまり日本の言葉です。次はな形容詞です。文に形容詞として名詞を修飾するとき、なで終わる形容詞がな形容詞。 枠の中に入ります名詞の要素が強いことがなけよしの特徴であり、看護や外来語からできたものが多くあります。いいけよしとなけよしの例を表で見ましょう。表でもわかるように、大きい、小さいはいいけよしとしてもなけよしとしても使用されます。 Now, 形容詞は動詞と同じく用言であり、日本語教育では、いい形容詞とな形容詞は国文法、それは学校文法において、それぞれ形容詞と形容動詞に相当します。活用が違うため、国文法では 別の品種として取り扱われていますが、日本語教育では、物事の性質、状態を語るという点では、形容詞という枠の中で取り扱われています。本モジュールでは、い形容詞とな形容詞と呼ぶことにします。形容詞は、名詞の性質、状態を語り、 術語になったりや名詞を修飾したりすることはどの言語でも共通していますが日本語の形容詞は名詞を修飾するのみならず動詞や形容詞を修飾することもあります詳しくは後ほどご説明します次は 形容詞の活用についてお話ししたいと思います。形容詞の活用は様々あります。最初は最も基本的な普通体と丁寧体をご紹介します。いい形容詞の普通形は変化はなくそのまま使われます。例えば、高い、高くないです。 なけよしはなをとってだをつけることでふつ形けいになります。例えば、しずかです。一方、ふつうたいにですをつけるだけでていねいけいになります。ひょでは、ふつうけいはていねいけいと対照的に使われていますが、いかれんたいけいを使用します。 な形容詞は名詞と同様に活用することが多いです。否定的の場合ではないですとではありませんの2つありますがどちらでも一般的に使われています。いい形容詞の例外であるいいという形容詞は活用する際良いとなります。 それで、その否定形は良くないとなります。同じく、過去否定は良くなかったとなります。普通体と丁寧体をご紹介した上で、形容詞の他の活用を表でご確認しましょう。いい形容詞の場合、連用形にそれぞれないと手をつけることで、 否定形と定形が作られます。そして、現代日本語では、水量形の過労よりもだろうの方が一般的に使われます。例えば、この服は高いだろうというふうに使われます。次は、文の中の形容詞の活用について、 学習しましょう。1述、術語形容詞はよく文の術語になります。つまり、名詞文、動詞文と同様に形容詞文があります。そして、たけで形容詞の加工形容を表すことができますが、 作用や動作を表現する動詞のている形は表現できません。例えば、この小説は難しいは現在形であり、この小説は難しかったは過去形文になります。2、就職本モジュールの冒頭に 形容詞は名詞を修飾すると述べましたが日本語の形容詞の特徴は名詞以外の用言も修飾するということであります一つずつ取り上げてみましょう名詞の修飾名詞を修飾する際 形容詞の連体形が使われます。例えば、おいしいお菓子です。にぎやかな公園です。お菓子や公園といった名詞がおいしいやにぎやかという名詞で修飾され。な形容詞の場合は、後ろに、な、 ががつくことが特徴であります。名詞を修飾するとき一つの形容詞でも修飾できるし複数の形容詞でも修飾することが可能ですただしその場合配列の仕方やルールは重要になってきますではここで形容詞の配列について お話ししたいと思います。名詞を修飾する形容詞を配列する場合、連続と配列の2つの方法があります。連続配列の際、形容詞1位はでけいになり、後ろの形容詞は活用しなく連帯形であるというルールになっています。 では、例は表で確認しましょう。配列。よく、形容詞を並ぶ際、連続しますが、配列もよく見られます。配列の場合は、形容詞1の連用形や連体形が使われます。例えば、甘く、 おいしいお菓子。それとも甘いおいしいお菓子。そして静かな広い部屋配列の場合、2つの形容詞は同じように名詞を修飾しますが、連続の場合、後ろの形容詞の条件になり、 消色すると見られますさらに連続と配列のルールは形容詞の変詞にもより同じような変詞を結びつくことが多いですつまりプラスプラスとマイナスマイナスはよく続きますプラスマイナスを並べる際はが を使うのが普通ですプラスマイナスの一例をあげましょう。この部屋は大きいですが汚いです。では次は形容詞の修飾についてお話ししたいと思います。形容詞を形容詞で修飾することも可能です。 就職する形容詞の例用形が使用されることが多いです。例えば、この花はすごくきれいです。ここはきれいというな形容詞はすごいといういい形容詞で就職されています。次は動詞の就職です。 動詞を修飾する際、いい形容詞の連用形が使われ、な形容詞の場合は、なをとってにをつけます。例えば、学生は大きく字を書きます。そして、な形容詞の例を見ますと、学生は きれいに字を書くということになります。願望を表す形容詞についてお話ししたいと思います。形容詞の欲しいや体を使用して人の願望や希望を表すことができます。欲しい 欲しいという意見をしに、願望の対象を表すのに、名詞にがが用いられます。否定文にはを使用します。例えば、アイスクリームが欲しいです。否定文の例を見ますと、アイスクリームは欲しくないです。なお オしは一人称や話してのみに使用され二人称や三人称の場合は形容詞語幹にガルをつけておしガルという動詞形に変形しますその他そうですようですなど判断 水量を持つ分も使用できます。例えば、レヌーさんは冷たいジュースを欲しがっています。レヌーさんは冷たいジュースを欲しいそうです。レヌーさんは冷たいジュースを欲しいようです。まるタイ。同士の連用形にタイ。 をつけて話しての願望を表すことができます願望の対象をおやがんで表しますたいはい、e、形容詞と同様に活用します例えば私はバナナを食べたいです 私はバナナが食べたいです。の両方が使用できます。二人称や三人称の場合は、がるをつけて、たがるという動詞に変形します。その他、そうです、ようですなどが使用されます。例文を表で見ましょう。 次は形容詞の種類について学習しましょう。日本語の形容詞はその分類の仕方により2つか3つに分けることができます。属性形容詞、完成形容詞と補助形容詞の3つです。1つずつ詳しく取り上げましょう。まずは 属性形容詞です。属性形容詞は主語、物や人の属性や性質について語ります。客観性のある形容詞です。例えば、インドは大きい国です。雪は白いです。感性形容詞。 感性形容詞は主語の主観的な心理的かつ心情的感覚、感情を表します。感性形容詞をさらに感情形容詞と感覚形容詞の2つに分けることができます。感情形容詞は主語の 主観的な感情を表します。例えば、うれしい、楽しい、悲しい、苦しいなどです。感覚形容詞は主語の主観的な身体感覚を表します。例えば、痛い、痒いなどです。感性形容詞の例文の 見てみましょう。頭が痛いです。私は久しぶりに友達に会えて嬉しかったです。例文でも見られるように、感情形容詞が用いられる際、主語は私、つまり話してに限定されています。つまり話してが自分の体験、感情を 語る一人称の文となっていることが分かります。主語は明示されない場合も、感情、感覚の持ち主は私であります。二人称の文は疑問文になります。話して以外の三人称の文はがるを使用し、動詞として使われます。例えば、 グッタさんはうれしがっています。感情形容詞は三人称で用いられるとき、上に述べた「たと「星と同じ使い方になります。例えば、バニーさんは友達に会えてうれしそうです。バニーさんは友達に会えてうれしいようです。ガル を使うときも、ソーダを使うときも、第三者の感情、感覚、経験、つまり、外的状況を話してが解釈し、推理をしているということになることが特徴であります。次は、補助形容詞と形式形容詞です。補助形容詞は、形容詞と活用が違って、 普段、文末で使われ、そして前の文を補助する役割を果たすことが多いです。話しての判断や推量を表し、通常の意味と相違した使い方も見られます。一つずつ取り上げてみましょう。そうです。様態。 これは文の述語であり、話しての見た様子や印象、そして推量、判断を表す際に使用します。これは形容詞の語源、動詞の連用形に接続し、現在形にしか使えません。そして、な形容詞のように活用し、 名詞に接続しません。例文を見ましょう。馬さんは試験に合格して嬉しそうです。雨が降りそうな天気です。子供はケーキを食べたそうな顔をしています。まずは水量を取り上げましょう。 らしいは、見たり、聞いたりしたことから、話しての推測、判断したことを言うときに使われます。話しては、観察的に得られた情報を根拠にして、判断や責任を避けて言う際に使われます。例えば、シャルマさんは日本へ 行くらしいです。典型。らしいは物事や主語の典型的な性質を表すときにも使われます。つまり、本来持つべきふさわしい典型的な特徴を意味します。いくつかの例文をあげましょう。 今日は秋らしい日です。彼はハンサムで男らしいです。彼は子供っぽくて男らしくないです。次はヨーダを取り上げましょう。ヨーダには水量と秘境の2つの用法があります。どちらも なけ用紙のように活用し、加工系や否定形にもなります。水量の意味でらしいに違い用法を持ち、入れ替えも可能ですが、視聴覚的情報の場合でも使えます。例えば、今日の試験は難しいようです。 次は、卑怯です。よく似たようなものに例えることで、ヨーダは卑怯の用法を持ちます。例えば、彼女は中学生のようです。彼は中学生のような格好をしています。次は、みたいだについてお話ししたいと思います。みたいだは、 水量を表せてんで、らしいと、ようだと、意味や用法は同様ですが、混合的な言い方で、な形容詞のように活用します。例えば、今日は試験は難しいみたいだ。彼は中学生みたいだ。 彼女は中学生のような格好をしている。形容詞の特殊な使用例、転生用法について Learn more というセクションを参考にしてください。 以上、日本語文法の形容詞を見てきました。いかがでしたでしょうかこれで終わります。ありがとうございます。